これも箱節108円なんかかなり状態よし。これから今からやるやつ。ちょっと音量違いすぎだろお前ら。お？ライトが若干ずれてるんです。スポットライトが近く買おうかな。なんだ？いや手で歩いてんだ。なんでこんなオープニングつけたの？ボトムアップ。あーごめん。マイクぶっ飛ばしちゃった。一作目売ってたけど、あんま状態良くないから買ってこなかった。てか俺一作目も終わってないような気がする。おーすげえ、めっちゃあるな。人生劇場だと職業ゲーマーの採用試験型。ああ懐かしい、やったわ。ババ抜きってコンピューターでやるとどうなんだろう。出て決定するのこれ。 B ボタンかよ。ボトムアップトランプゲームばっか作ってるな。へえー、まあ安いんじゃない。仕入れるのはまあお店だからね。客に売れなくても店が仕入れてくれたら儲かるしね。無難なんだよ。なんか踊ってんだけど真ん中。どうすりゃいいの。俺どれ。あ、俺が取るのか。これ、おーい、なんで俺枚数多いのこんなに。曲うるせえ。ムッフッフ。花びらとか177かよ。違うわ。カードゲームのプログラムとか新人研修に挑戦よ。 いやだから安く作れるしだよね絶対。なんでこれカードの出方が違うのこれ。これさジョーカーじゃねえの。あ違う、そういうんじゃない。おい揃わねえのかよ。なんだよウサギ。シンプルシリーズならとりあえず2本派在庫しとく感じ。そうそうそう、それで仕入れてくれたらもう儲かっちゃうシステムなんだよね。仕入れ先のなんつうんだ、店の数が分かればさ。ダメってなんだろう。ダメ？全然揃わねえ。俺めっちゃ持ってんだけど。ダメって言ってるね。ダメって。取ろうとしたらダメとか言えんのかな。じゃあ連打？あるな、そういう遊び方な。とか2枚、あと2枚のやついいんだけど、なんだダメってよ。なんかダメは3個まで OK ってこと？へぇ、そんなことできんのかよ。パッと見で揃ったかどうかわかんねえんだけど。8が来た。あ、揃った。あら、意外と追いついたぞ。いやーんじゃねえ。リバースって何。あー、揃わねえ。ダメ使う状況ってババ持ってる時ぐらいしかないね。いやどうなんだろう。リバースなんてあるんだルール。いや何でもいいよ持ってって。ああ！なんだよお前。なんだよお前。ダメ、それダメ。ああ。ダメを使うんだ。ダメ使いたかった。ああ。ダメ使おうと思ったら使えなかったよ。どうやって使っていいか分かんないんだもん。ダメが、あ、ダメ、ヤバか、ジョーカー持った時ダメってやっちゃった。ダメ、あーダメ、そりゃもうふざけんなよ。あーやった、勝った。これは勝ったろ。あ、おい、あいつが1位かよ。俺取んなきゃいけない派なの。俺取んなきゃいけない方だったのか。逆か、負けたか。取れよ、よし。ダメって言ってるよ。そっちだろジョーカー。おいジョーカーどっちだよ。ちょっと多分俺下がうわー、よっしゃ勝った。なんとか。何盛り上がってんだこれ。ちょっとおい、もういいよお前。なんだよお前、
違うゲームやるわ。やっぱ人の顔色とか伺いながらやるゲームだよな。そうだよな。うのとかもまあ意外と面白かった。いや意外と面白意外とうわーってなった。ページ1ってなんで変わらやつやんか。スピード七並べ神経衰弱絶対でもないわ。ドボンってなんだろう。ページ1も若干わかんねえわ。じゃあスピード、なんでスピードクマなんだよ。スピード速いやつにしてやるよ。おおお、何これ。お4567なんだ。ドボンって超やってたわ。ドボンオーバーしちゃうやつか。左出し右出しいいじゃない。B カードを出す、カード自動追加。あ、いいね。これいいね。やべ、スピード。座布団の上に乗せてね。ページ1ってトランプ半うのみたいなやつだっけ。へぇ。どうやって出すんだ、ボタン。ボタンがわかんない。ジョーカー。あ、そういうことか。どういうこと。はぁ、どうやって出すんだよ。ちょっと待って、違う。違うんだよ。これか。これか。なんだよ。もうちょっとなんかしてくれよ。わ、ここ簡単に。操作がむずい。8。よーい。よーい。違う。左側。あー、10いっちゃった？ 15、なんだ、10、あー。10、あれ6、5、6。違う。あー、6になった。8。8、5、4、3。ああ、面白い。面白いぞ。経験重ねらんないの。重ねルールなし？重ねルール、かなりあるか。ローカルか。同じカードが来たら重ねてよし、みたいな。はい。なんだよ、この出方。ちょっと。ああ、違うじゃんか。おお、ちょっと待って、ちょっと違う。これ、そういうことか。この操作性が微妙に悪いとかもなんか楽しくなってくる。じゃない。デイ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 負けた。操作がこれもっと操作いい方法あるって絶対。あ、これはもう一回やろう。一斉のセットン。チクショ何してくれてんだよ、お前たち。あ、違う違う。4、4、4、4、9、あ、7、7、6、5、4、6ない。6は無理。2、2、2、2、2、2、3、6、4、あ、4は、あーって、8、9、ない。早くしろ。J、9、J。あ、違う、あ、違う。7、8、9。A はない。そんなもんない。10?18? ないの？重ねルールないんだ。重ね初めて聞いた。どうすれん？ 4 かよ。ジョーカーっていける？あ、どこにもいけんだ、ジョーカーって。ダメだ、9だよ。9。あ、違う、行き過ぎた。ないね。1個ないよ。俺もう勝ちなんじゃん、そろそろ。あらあら、勝てた。意外。楽しい。これは楽しい。スーパートランプコレクション2。これ元取ったし、これ、なんだ。面白かった。これほぼ新品だからね。なんでっていう。なんでハードオフに言ったんだ。まあな、捨てるよりマシだからな。さあ、じゃあこういう順番でやろっか。よし、よいし、 T&E。 まあ大体わかるでしょ、スーファミで T&E っつったら。まああれですわ、飛ばないのこれ。よし、クイックスタート。なんで B が決定ばっかなの。そう、そういうやつ。遥かなるオーガスタ2マスターズ。パソゲーだな。なんか昔のワイヤライの奇跡だっけ。ペブルビーチの波頭。違う、波頭。怒涛じゃない。あー、8800円ぐらいじゃないかな。スーパートランプコレクション2だからね。何がこれ。オーガスタ
研究所かな。したどこ、人出てこないの、なんでなんで人出てこないの、これ出てきて今更かい。これ処理が重いんだよな。あ、意外と早いね、昔のに比べるとね。まあゴルフゲームは基本面白いかな。この頃の T&E ってゴルフしか作っていないのか。そうじゃない、そういう印象しかないな。曲がったね今。あ、いいね。これもうフルで打っちゃえばいいの。そんなことはないよね。あ、行き過ぎた。余裕で行ったな。これ分かんないって距離感。当時はこれでもすげーリアルだと思ったけど。そうだよ、だってワイヤーとか出せるよね。これダメだ、どっか行っちゃった。うわー、それだけ。リプレイ、ソードワールドスーファミってのもあったけど地味ね。何の話だ。しました。もうあった。何の話の流れそれ。はる、あ、T&E? 欲しいよな、やっぱ、笑。いやー、な、ちょ、渋すぎるよな。あとこれ、ワイヤーフレーム出せなかったっけ。あ、すげえ便利。ワイヤーフレーム出す機能は、うーわ、地味。上下かな。違う。もうわからないわ。はい。あーん。グリーンに乗ったか。いいね。何の曲なんだよこれ。グリーンに乗ったらじゃない。何が。ああ、ワイヤーフレーム、ナイスアプローチ。誰だよ、近所の飲んだくれみたいな感じだよ。ああ、ほんとだ、飛ばしちゃった。リラックスしていきましょう。なんだろう、キャディーさん、ごめん、ワイヤーフレーム見えなかったから全然角度が分かんねえよ。右に曲がってんだけど。バカー、いいとこについたよ。上りのちょっとみんながグネグネしてやがるから、まっすぐでいいや。これが最速で書いてんだろうって言ったら、気を落とさず頑張りましょう。もう慰められちゃったんだけど。はあ、いや、まあな。これは、なんとなく持ってない気がしたんで買っといただけです。ナイスオン。いやー、今何打で乗るべきだったのかな、本当は。2打での、無理か。それは無理か。これはね、1、2、3全部売ってたけど、1だけ買ってきた。なんか、箱いらねえなと思ったから。正直。箱はいらないし、持ってるかもしんないから。でもなんか見た記憶がなかったんで、持ってっかな。うわ、ファイプロみたいな曲だな。うわ、ファイプロだな、もう。うわ、ヒューマンだな、この音。なんだっけ、あのサッカー、あのあれと一緒だ。なんで B が決定ばっかなのこれ。ファイプロじゃねえんだ、音はファイプロだけど。え、これ本名の。レッドアラームとかブアーチャルハイドライドとかすげーのに報われないよな。あー、レッドアラームって T&E なんだ。 T&E なんだ。バーチャルハイドライドはそうなんだよね、開発なんだよね。マンセルとか懐かしい。あ、本物いた。うい、セッティングなんかわからん。俺下？下かな？上かな？上なんでデジタルでこっちアナログなんだよ。おい。うわ、なんかこれハンドルのあの角度が下のあれで出てるんだけど。下の左右で。おわ、なんか処理おめえ。なんだこれ。なんで F1 こんなおめえんだよ。なんだよこれ。ハンドルおめえよ。アクセル踏んでっから。T&E ったらブレイズ&ブレイドやな。へー、ドライバーに認可されてるやつだから、チーム名もドライバー名実在の人物だね。へー、操作しづら。なにこれ、なんだこれ、
おうおお、すーげえ。だって本当に素人が F1 カー乗ったみたいな動きになっちゃってるよ。でも俺 F1 ドライバー選んだからその人が運転してる手でやってほしいわ。てかマジで走れねえ。なんだよこれ。ブレブレ。あーそう、グリップ悪いのか右切りすぎたっつったら左に右曲がりすぎてみたいな。いや待って、敵も意外とブレブレじゃねえな。いやこれむずっ。ちょっと2、3買っとくわ今度。これどれぐらい進化したのか見たいわ。これちょっと走るにはちょっと難しいな。相当なんか癖がある。これが結構リアルなのかもしんないけど。よし、なんかこれすっげえ状態いいな。ビニールに入ってるよ。よしよし、これもヒューマンだ。おお、ヒューマンじゃねえか。おほほほ、マジか。叫んだ。ビニールちゃんとついてる。今回ビニール付き2つぐらいあったな。なんか遠いな。スキーの大好きな王様、なんでさ濁点とかが1個なの。読めなくなっちゃった。ね、ヒューマン珍しく2連発。まっすぐ走れない。スクエア。地球上じゃないからあれは。え、なんだって？マリオカートっぽかったな今な。スキー大好き。スキー大好きってあったな。これはワンダーシュプール。いや幼女だ。マリカっぽいなー。すーごいマリカっぽいなおい。いろんな意味で。おお。おお、すげえすげえすげえ。よしよし。でも敵の動きがガクガクなんだけど。あ、ごめん、ちょっと俺忘れてた。これ放送的に大丈夫かな？意外と大丈夫だね。違うのよ。ちょっと放送重いとかない？うわぁ、めんどくせえな。どうしよう。これ解像度めっちゃ高く。